どうやら失踪した女の子たちは村人全員の犯行か、それとも彼らが言ったあの教祖様が率いる邪道の道、ここから出るのが先ね。このぐらい大したことじゃないね。銃を取られたのはちょっとまずいかな。この村は決して大きくないが、村人が全員敵だったら素手じゃ倒しきれない。邪教団体が関わっている以上、やはり警察に任せた方がいい。まずはここから出よう。この制服、地元の警察官？警察官まで殺してるなんて。これは拳銃、残る弾は3発だけか。ないよりマシね。夜になったら視界が悪くなる。日が沈む前に急ごう。まずい、見つかった。落ち着いて、話は大体分かった。私はこのことを調査するためにここに来たの。きっとみんなを助けるから。諦めないで。私が必ず逃げ出して救援を呼ぶから、安全な場所で救援を待っていてほしいの。きっと助けるから、あなたも、あなたの許嫁も。また変わったところに来たわね。ちょっと調べてみよう。やばい、奴らに気づかれた。いた。やばい、奴らに気づかれた。ようやく逃げ切った。服はもうボロボロ。幸い、街の外が見えてきたわ。
嘘、あんな生物見たことない。その口の形、さっきの村人と同じだわ。まさか。邪魔者がいなくなった。ここを抜け出そう。こんな村、もうごめんだわ。